連絡書にいじめられたから鬱になってんじゃないのっていう意見が多かったんですけど、そんなことあのツイッター見てもらえば分かりますけど、昨日抱き合って泣いてますんで、あの最近 SMS で病気説が流れて結構みんな病気だと思ってたんですよね。思ってたでしょ。で結構大丈夫ですかっていうおはがきをうちの方にもいただいたり、お電話がかかってきたりしてたんですけど、実際はこうやってトレーニング積んでたんですね。あの気持ちもね、前向きになるし、ですから、大喜利の番組見てれば分かると思いますが、最初、多分今年の初めの頃って顔が暗かったと思うんですが、どんどん明るくなってきてると思うんですよ。まあ、やっぱりこのトレーニングのおかげだと思います。はい。連絡書にいじめられたから鬱になってんじゃないのっていう意見が多かったんですけど、そんなことあのツイッター見てもらえば分かりますけど、昨日抱き合って泣いてますんで、そんなこと決してありませんし、すごく先輩方からはいろいろなこうアドバイスをいただいて、まあ生かしきれなかった自分もいるっていうのはいます。だけれどもこの、まあ、一旦修行に出るということでお話がまとまってありますので、修行をして、そして簡単には戻れないと思います。これは絶対そうだと思います。戻れる体になったらば戻していただきたい、まあそんな気持ちでいます。まあ、とにかく自分一つ一つ話し家ですから、一石一石の講座を大切にしていく、これをめがけて頑張りたいと思います。謎かけいいですか。わかりました。じゃあでこうなんで、トレーニングとかけましていいですか。はい。トレーニングとかけまして、大喜利届く、その頃はどちらも筋を鍛えてくれます。よっ。ちょっと1店舗あったんですけど、大丈夫ですか。1店舗あったんですけど、大丈夫。時差があったよね。はい、すいません。ありがとうございます。すいません、こっちお願いします。はい、それでもう一回